手のひら優雅ともみの木ひかるです。はい、どうもこんにちは。さあ紅ゆずるさんと相手役の木崎愛さんが対談発表をされたということで、この機会にね、紅ゆずるさんのことをせっかくなので、そうですね、ちょっと90年代ではないのですけれども、宝塚好きの人もね、いらっしゃると思うので、ちょっと語りたいな。辞めるまでにね、紅さんのこんなところが良かったよとか、こんなところを最後に見てほしいなみたいなところもね、ぜひぜひ言っていきたいなと思うんですけれども。そうですよね。あれ見ました？対談の見た会見、皆さん見られましたでしょ。あの会見さ、泣いたよね。泣いた。なんか紅さん、そんなにいろんな方のこと考えてたんやと思ってね、私もね。で、なんか宝塚がお好きなのはもう重々分かってたんですけど、分かってましたね。だけどね、これ入れなかった子たちの子のこともあるじゃないですか。何この優しさと思って、そこまでね、それを背負ってやってるんだよっていう責任感と覚悟っていうのを、やっぱ普段私たちはね、そこまでやっぱ知ることができないので、一般のね、そうですよね、ただ見てるだけのやつらは。泣いてらっしゃったじゃないですか。めっちゃ泣いてあったじゃないですか。なんかエピソードでね、木崎愛ちゃんと、ね、会見は笑って行こうっておっしゃってたらしいんですよ。そうなんや。前に電話して、昨日ね、夜電話して会見の前とかって書いてたんですけど、でも泣いちゃった、自分が一番に泣いちゃったと。なんかね、紅さんのそういうところがすごい好きね。なんか人間らしいというか、確かにね、関西の人なんでめちゃくちゃ面白くてね、明るいしね、やっぱ人を引きつける力ってやっぱめちゃくちゃあるんですと思いますね。すごい一つエピソード私があって、私の同級生の子が紅さんと同じバレエ教室だったんですよ、受験前で。その頃から、入る前から私その子から紅さんのことを聞いてたんですね、実は。すごい子がいるねー、うちのバレエ教室にもすごい子がおんねーみたいな、めっちゃかっこいいねんっていうのをずっと聞いてて、で、何がすごいんって聞いたら、あんだ自動販売機でジュース買ってるだけでめっちゃかっこいいねん、絶対トップなるから見てーって言って、そうなの。もう私入る前バレエの教室時代っていうのを私ずっと友達から聞いてたの。自動販売機でジュース買ってる姿がめちゃくちゃかっこよかったんですって。もうその頃から男役としてやっぱ意識が高かったんでしょうね。オーラ出てたよね。で、トップなる絶対見てなーって言われてたら、本当にトップなりになられて、すごいよね。で、もう一つさ、ほら言うてはったやん、あれでしょ、会見であーちゃんのことでしょ。あーちゃんのことをね、なんか寿対談なんですかみたいな質問をされた時に、いつもね聞かはるやつあるじゃないですか。で、宝塚では木崎愛と結婚しましたからっていう、泣ける。じゃあもう嬉しかったやろね。やっぱトップさん同士が仲いいのってもう見ててね、すごい嬉しいし、紅さんめちゃくちゃあーちゃんかわいい言うてね、なんかあの関係性もなんかちょっとまた最近では珍しい関係性かもね。なんか紅さんの方がって言ったらあれですけどね、なんか娘役さんにこう、もうあーちゃんって言うてたね、みんなちょっと逆でさ、どっちかというとやっぱ娘役さんがね、こう男役さんに寄り添うっていうのが感じたんですけど、本当やね。なんかもちろんね、あーちゃんももちろん紅さんがっていうことはもう常々言ってらっしゃいますけど、なんかそれ以上に紅さんの愛が強いっていう気がする。なんかそういい夫婦やと思う。これまでの紅さんの作品とかで好きなものとかなんかあったり。私ですか。紅さん、ここが好きだよみたいな。でもそこの夫婦愛は見てほしいけどね。私は好きやったんがね、ピンパンネルも良かったんやけど、やっぱ紅さんといえばスカーレット。私は紅さんというとみっちゃん、北昇さんがのトップお披露目公演のガイズ&ドールズの、ああネイさん、ネイさん、ああネイさんはめっちゃ好き。なんかめっちゃバリバリにカッコつけてるのにちょっと憎めないちょっと抜けてるというか、ひげとかね、そう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 、ね、レイマコトちゃんとね、今度ね、レイマコトくんが女の子役で恋人役で、そう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 、あのバランスもなんか、そうそう、アデレードちゃん、アデレードちゃんね、やっぱ紅さん背高いからああいうなんかシュッとした感じがね、かっこよかった。で昔でなんかね、愛と青春の旅立ちだと思うんだけど、それでね、柚月レオンさん、そう、柚月レオンさんトップの時のちょっとね気弱っていうか、思い詰めた、自殺しちゃう役だったかな、 DOR しちゃう人や、名前忘れたけど役名、あの役がすごく残ってる。軍隊にね入って鍛えられるけどね、真面目でね、そうどんどんやっぱ振り落とされちゃうんですよね、その訓練に耐えきれず、そうそうそう、でその DOR っていうもうやめちゃったのが紅さんの役ってね、優しくてすごい思い詰めたあの演技がものすごくちょっと私心打たれまして、意外とそういう役されてたり、なんやっけ、バウホールの大木要さん主演の「リラの壁の囚人たち」で車椅子に乗ってる、もうなんか救われない役ね、戦争で足が動かなくなってしまってそれを当たってしまうんですよね、婚約者とか全部に、人も全てに世の中に当たっちゃって、で結局最後に心を取り戻したっていう時にやっぱりダーバードーンっていうねえとか。なんか紅さんってすごく明るいイメージね、あるあるあって、コメディセンスもあるし、まあそういう役も多いんですけども、私はそういうちょっとなんていうのかな、影のある役も好きですよ。紅さんなんかすごい真面目やから、ああいう役したらすごい私生活暗くなってしまいそう、なんか入り込んでしまいそうなイメージが、役に真摯というか向き合いすぎて、だからアナザーワールドとかね、ああいう面白い役やってた時はちょっとなんかね、そうあれはもうなんかあれ紅さんしかできないじゃない、すっごい面白かった、あれ、ひ弱なボンボンあれ結構見に行きました、私。面白かった。じゃあ次、ちょっと吉本新喜劇的な感じで、次にこのセリフが言うっても何回も見てたらわかるじゃないですか。それでも笑ってしまうっていう。あ、来たーっていう。そうそうそう。あとベネディクト。テリー・ベネディクト、オーシャンズ11の。あれも良かったと思う。あれはなかなかあれじゃあすごく大きな役いただいたみたいなこと言うてはった。ね、なかなか、そう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 、だってテリーね、あれはすごい役ですよ、言ってもね、難しい役どころだから、あれすごいね、小池先生に怒られたって言ってね、ラブシーンがねねちゃんとできんくてみたいな、なんか逸話っていうかエピソードありますよね。そう、でもすごく宝塚ね、めちゃくちゃ愛してねらしてるから、宝塚愛すごいなと思って。あと一つあれ見てほしい、バウホールのメイちゃんの羊、可愛かったね、あれもね、よかったね、だってあんな羊いたらもう好きになるしかないもん、本当かっこいいもんね、お嬢様とか言われたらもうあなたのためならばみたいなね、ね、しかも自分で作ったリップをこう塗ってくださるんだよ、もらってるで、その後チューするんですけどもうキュンポイントがもらえるね、もういいよね、いい、あんな羊が欲しいそこ感、そんな感じでね、紅さん、そういや、まだまだ最後までね、紅さんらしく、そう期待して、そうね、見ていきたいなとは、見に行く思います。はい。それでは、手のひらゆがと、もみの木ひかるでした。ありがとうございました。